こんにちはテレワーク本質論著者の田沢由里です今から5分で本書を書いた思いとテレワークの本質について語りますテレワーク本質論このタイトル上から目線ですよね田沢由里って一体何者と思われるかもしれません大学教授でも研究者でも政治家でも作家でもありませんただただテレワーク歴が長いだけただ年月だけは永遠に負けません 奈良県で生まれ育ち、北海道に移住して25年。その間には東京、仙台、岡山、愛知といろんな地域で暮らしました。地域は暮らさないと分かりません。そして大企業の会社員、フリーランス、経営者と色々な立場も経験してきました。子供も3人産み育てました。女の子ばかりですけどね。今は高齢の両親と離れているんですけれども、毎朝リモート朝食をしています。 そんな田沢リーが、幸せな人生を送れたのはテレワークのおかげです。仕事を続けることができ、自分のやりたいことができました。まあ、大変なことはあっても、これがやっぱり幸せなんでしょうね。テレワークができる幸せを伝えたい、広げたい、それだけの思いでここまで来ました。でも、長くて大変な道のりでもありました。企業に説明に行くと、テレワークは電話の仕事でしょと何度言われたことでしょうか。 経営が苦しくて銀行にお金を借りに行ったらテレワークは事業ではありません夢物語ですなんてまで言われたりもしましたテレワーク事業に参入した企業からはもうこれ無理ですよねまあライバルはね撤退しちゃうんですけれども利益もないっていうねそんな中コロナ禍が起こりテレワークはみんなが知ることになりました最初の緊急事態宣言では56%の企業がテレワークを実施 でも、突然のテレワークは難しく、解除とともに激減。しかし、残った30%の企業は、1年かけて少しずつ増えていきました。とはいえ、実際には課題がてんこ盛り。田沢由里の本音としては、そんなん10年前から分かってたやん。ということで、課題が多いと本がたくさん出ます。入門系、簡単系、労務系、成果系、経理系、管理系、マナー系、勇気づけ系、腰痛肩こり系、 レシピ系まで。テレワーク本花盛りです。でも、私は8年前にテレワーク本を出していました。まああまり売れなかったんですけどね。まあ、一つ自慢です。さて、ワクチン接種が進み、感染者が減った2021年秋、テレワーク実施者はコロナ後、過去最低になりました。やっぱりみんなテレワークを感染対策だと思ってたんだ。テレワークの本質が分かってない。まあ日本の北で叫びました。 あ北海道在住です。ということで、本を出すことにしました。頑張りました。テレワークの本質論というタイトルですが、なんとその本質については初めにで語ってしまっています。ここでは図で説明しますね。農耕や狩猟の時代から、人は幸せに生きるために働いてきました。いつしか人々は協力し合い、新しい技術、文化を生み出すようになります。 このため、同じ場所、同じ時間に働くようになりました。そして、仕事を求めて都市部に集まります。でも、新しい社会問題も生まれてきました。さらに日本は、若者の減少、子育てや親の介護、伸びる寿命、頻発する災害など課題だらけ、同じ場所、同じ時間で働くことができない人が増えてきています。思い出してください。人は、 幸せに生きるために働いてきました働くために幸せでなくなるならそれは本末転倒ですよねテレワークにより自らが働く場所と時間を選択できるようになりますただし個々に仕事をすればいいのではありません単に離れるだけではテレワークの課題は解決しないままですチームで働く協力し合ってより良い結果を出す これまでの日本の働き方の良いところ、これを大切にしつつ、日本独自の課題を解決するのが日本型テレワークです。テレワークの本質は、企業が働く人が、そして社会が幸せになること、さらに幸せであり続けることだと田沢由里は考えます。テレワーク本質論は理論だけではありません。本質を踏まえた知識、考え方、課題の解決や実践方法について、 わかりやすく解説していますぜひお読みください